大器ブリザード。1994年から1997年に活躍したボバ。直線ではまだ遊んでいる。後の年度代表馬サクラローレルを相手に圧倒的な素質を見せるも、ムキになって走ってしまうため、4歳まで重賞未勝利だった。5歳初戦の大阪杯ではスローペースにムキになるも、年を重ねた圧倒的なパワーで重賞初勝利を手にした。本格化の兆しが見えたのも束の間、京王杯スプリングカップと安田記念を共に2着に敗れ、アメリカに遠征したブリーダーズカップクラシックでは最下位に惨敗した。心身ともに引退を考えるほどにダメージが大きかったが、大器ブリザードは奇跡的な回復を見せ、京王杯スプリングカップをコースレコードで制すると、3度目の挑戦となった安田記念でついに悲願の G1 制覇を成し遂げ、再びブリーダーズカップクラシックに挑戦した。ちなみに功労馬時代の大器ブリザードは、人参が好きな普通の馬らしい。